めっちゃ盛り上がるのを知ってるから。いやしかも今回一番大きな会場人がたくさん、なんかそんなこと言ってたね、うん、いや今日はね持ってかれないようにね、負けないようにパワーに。あ、何いつも戦ってんの？違う広島の人ほんとすごいから。ああなるほど、ね、そうお客さんが結構グイグイ来るから、グイグイだから今日も来るでしょきっとね。答えていかないと思う、そのテンション感に。今から楽しんでいきたいと思います。あ、ゆうこりあとね、広島焼きって言っちゃダメなの。あ、知ってるよ。なんていうか知ってる？広島風お好み焼き。正解はい、美味しいわ。広島風お好み焼きで、もうお好み焼きでいいよね。もはや風とかもいらないわ。あ、でお好み焼き、お好み焼きといえば広島って言えばいいんだよね。じゃあそれでということで、これから行って